空に一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほど、なぜ昔のように我に守ると命令しなかった？君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろ。アビス教団を統治？その統治者はアビス教団の魔物に姫様と呼ばれている。流災も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。おいしい。さすがアンバーがおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって。天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。持ってきたけど、うん、ちょっとな。お、貸し出し料とかは必要ないから安心して、教会には寄付金があるもの。そのやあ、天空のライアーだ。バルバダス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。わからないけど、天空のライアーはもう貸せないわ。さて、逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？金融野郎、おい逃げるな。あら、ハムスターが見つかってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な吟遊詩人。統率を諦めたモンドの神、
今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。ウェティ！いいわ、神の心を手に入れたもの。行きましょう、騎士団が来る前に。証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。彼の状態は大丈夫って言えないかも。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの地のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど、バーバラには言えないよな。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて、天空の島に登る資格があるんだ。元神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？それって？七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う
唯一の相手だよ。七神官の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。ああ、なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て絶ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神が僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん、逃したらまた一年待つことになる。はあ、そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。そうだよ、旅人。君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、チョコ、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀遊詩人だからね。ずっと同じ場所にはとどまらないよ。トワリン、彼は最後まで四風守護としての責任を忘れなかった。だから僕は彼からその責任を取っ払って、そして僕の考える自由を彼に押し付けたくないんだ。トワリン自身に自由の意味を理解して選んでほしい。だって僕も神になる前はこうしてある友人に自由の意味を教わったから。ん？ガイアが言った情報か。なるほど、アビス教団の姫という人がトワリンの腐食を計画したんだね。トワリンをアビス教団の戦いの道具にするつもりだったのかな。でもアビス教団に姫がいるなんて聞いたことがないね。僕もそうだと思う。でもその最近になって出てきた姫はどうやってアビス教団を率いるポジションにまで上り詰めたんだろう。さっきのファデュイの執行官、神の心を手に入れたらすぐに撤退したな。それは騎士団の目撃者を作らないためだ。だってこんなことをして証拠でも残してしまったら、セピロス騎士団との外交関係を断絶したと宣言したも同然だからね。こんなことをしたくせによくもモンドの盟友を続けてられるよな。はあ、アビス教団の脅威に対抗するために七国の人々は同盟を結ぶべきだったのに。ファデュイは七国最強を誇る武力を持っている。それを天空のライアーの窃盗、神の力の強奪に使って流災に乗じて騎士団に圧をかけるなんて。あ、天空のライアーといえば、あの時リルックの旦那もその名前を口にしてた気がする。ファデュイが七国をカッポし、セピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だって言ってたよな。そう、さっき僕が言ったように、彼らは氷の神から権力を授かり、普通の人間をはるかに凌駕する力を手に入れた。氷の女皇、もう500年も会っていないな。彼女は一体何を考え、そして何を企んでいるのだろうか。今回の件の真相は、
君の七神を探す旅に未知の影響を与えるかもしれない。さっきも言ったように、神の目の所有者はこの世界で原神と呼ばれ、天空の島に登る資格がある。神の心はより上位の元素制御中枢で、七神の座を象徴するものだよ。ごめんね、僕も七神のうちの誰が君の妹をさらったか知らないんだ。あ、そういえば僕も七神の一柱としてまだ自分の容疑を晴らせていない。でも銀遊野郎の姿は一つの化身だし、見た目で判断しちゃダメだぞ。確かに僕たちいいコンビだったね。そうだ、君が妹を見つけたら新しい四風守護になってみない？ん？お前なんだか興味がないみたいだな。銀遊野郎、四風守護になれば人からうまいお供え物がもらえるって言うなら、オイラがやってもいいぞ。じゃあ早くリーユエに行くといい。今年のゲーセン儀式を見逃したらまた1年待つことになるからね。元素形態を変えるなんて、やはりお前は神の目の使用者と違うんだな。モンドにいた時と同じで、七天神像に祈願すると返答がもらえるみたいだ。ふむ、ここはリーエだもんな。元神に統治された国だから心臓の形も違うぞ。また風元素を使いたくなったらモンドの七天神像に行くといいぞ。1年に一度きりだぞ。銀遊野郎が教えてくれなかったら今年の七星ゲーセン儀式は見逃すところだったな。銀遊野郎が開催を教えてくれたから気づけたんだ。そんなオイラが場所まで知ってるわけないだろう。せっかくリーユエに来たんだから、ここの人たちに聞いてみよう。あ、そうだ、元神モラクスだけど知ってるか？オイラたちが使ってるモラはその神の名前が由来なんだ。オイラたちみたいなよそ者がリーユエで元神の名をそのまま呼んだら、すぐに無礼なよそ者扱いされるから気をつけろよ。だからここはリーユエの人たちと同じように元王帝君って呼ぶようにしとけ。七星ゲーセン儀式ね。確かに言われてみれば今日だったかしら。元王帝君が毎年神託を下し、この先1年のリーウェイの経営方針を導いてくださるの。去年神託を迎えたのは確かリーウェイ七星の幽変。ああ、それならオイラも知ってるぞ。モンドが自由の都であるようにリーウェイは契約の国で、商業と貿易を大切にしてるんだ。七つの勢力を代表する七人の商人、リーユエ七世がこの国の実質的な管理者だぞ。あら、他国の人はいつもそう言うのよね。私たちにとってリーユエの真の管理者はずっと元王帝君よ。七世は人間、帝君は神様。
モンドには自由の神様がいないけど、私たちのところは違う。ちゃんと神様が存在するの。口で説明するのも難しいわね。あなたたちもリーウェイ校にいれば、おのずと分かってくるはずよ。神のいない城を離れた次は私たちの国、神と共にある歴史を体験するといいわ。やあ君たち、七星ゲーセン儀式を見るために他国から来たのかな。熱心だね。そういえばこのリーウェに数十年も暮らしてるのに、私は一度も見に行ったことないよ。これが地元だからこそ行かない名所というやつか。それはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ。リーウェへようこそ。君たちも七星ゲーセン儀式を見たいのかい。私もさ、ここの誰もが見たがる儀式だからね。商人としてリーウェの最も重要な祭事に関心を持たないわけにはいかない。昨年の新宅にあった17のお言葉は市場に大きな影響を与えたんだよ。それに今年に入ってからずっと天守園の行幸様が動くという噂も耳にするしね。神の目の持ち主が元素の力で作った岩石を、彼女は税務上の鉱石の範囲から除外したいらしい。かなり専門的な話だな。信託と市場に関心を持つ人々が多いのもこの貿易港の魅力の一つだ。岩王帝君はね、七神の中で最も古い人柱なんだ。その先を見据える目を我々はいつだって頼ってきた。それに今年の信託を1秒でも早く知れれば、他の人よりも早く儲けることができるかもしれないからね。儲ける?どこに行けば継戦儀式が見れるんだ。そうだな、ここからだと距離があるし、細かな道の名前を言ってもきっと覚えられないと思う。とりあえず玉境内へ行きな。高いところを目指すといい。そこはこの港で最も高い場所にある。ほら、高いってだけで神と対話するにはうってつけの場所な気がするだろ。